皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのぐっちぃです今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします本日のテーマはこちらになります曲がる超速ロケットサーブというサーブを皆さんに紹介しようと思いますえこれを見ますとロケットサーブが曲がるといったらちょっとそんなのあるのっていうことなんですが今日は皆さんに超速ロケットサーブのやり方でスピードを落とさずに ボールを曲がるサーブで強烈なものといえば高速振り子サーブがありますがこの高速振り子サーブよりももっと速くて回転をかけなくてもいいといったサーブなんですよね。 回転がかけられない方でもできるサーブになりますので、この曲がる超速ロケットサーブは切る感覚なし、弾く感覚だけあればオッケー、押し出すだけで曲がって速いといったサーブになりますので、ま覚えやすさも魅力かなと思います。よかったらご覧ください。このサーブ回転をかけなくてもいいということで、三つの手順でこの曲がる超速ロケットサーブを紹介します。で、 これは皆さんロングサーブを覚えてる方はもうぜひ覚えてもらいたいサーブでしてまず手順の1つ目はスピードロングサーブの鉄則をやってくださいでそれはこのラケットの面をまずは立てる縦にするっていうことをしてくださいやはりこれは超速ロケットサーブと一緒なんですけどやはりロングサーブを速くするポイントはラケットを縦にすることによって打球点をこの台スレスレに落とすことができタタンっていうリズムの ピッチの速いロングサーブが出せるようになります通常の横の面ですとこれだとロングサーブ出すとバレちゃいますし打球点がこうバウンドが高くなってから捉えることが多くなるのでこっちの通常のロングサーブだとガタンガタンってなりますでも縦にするとタタンと全然球のリズムとスピードが違いましたよね先端が真下に向いている縦の状態ここまでが手順1になります。 そして手順の二つ目です、ここからが非常に大事でして、この秘密の角度、このロケットサーブをちょっとこう曲げさせる方法っていうのは、ラケットがこう縦でなっていると思うんですが、このときにラケットの面を少し右、自分から見て右に向かってずらしてください。いつもの面だとこうですよね、いつもの超速ロケットサーブ、ナックル性のスピードの速いラケットを縦にした状態ですよね。 バケットの面を右にちょっとこう大きくこう横こうしますとこれだとフリコサーブになって回転重視のサーブになるのでスピードが遅くなってしまいますですがあのこの曲がる超速ロケットサーブはこう,こうじゃなくて縦にしてそこからちょっと右にずらす本当は10度ぐらいです角度的には10度ピッこのぐらいですこれがふ普段の超速ロケットサーブ。 で曲がる超速ロケットサブこれがまあ普通のこれが曲がるこれが普通これが曲がるといった10度だけ右に向かってラケットを返してあげるだけでこれで手順2ですそして手順の3つ目ですね3つ目は先端を下にするラケットを立てるで出すときにラケットの面を少し右に向ける10度を右に傾けてください10度を右にキュッと向けてくるでこのままで弾き出す 今こうなりました今ちょっとこう曲がりました実はですねこの超速ロケットサーブのこのラケットの面を右に10度回すだけでこう曲がりながらもう速い感じでこのロケットサーブが行くようになるんです通常の超速ロケットサーブは曲がらないで一直線でくるナックル系なんですけどこれは横ナックルっていう感じで曲がりながら深くに入り込んできますので,でしかもこう自分の方に食い込んでくるので。 さららににに取りにくいといとったもう本当にいやらしいサーブです、ね、でしかもこのサーブのいいところは振り子サーブと違って振り子はスピンとスピードを両方出してるガッてやってるんですがなので返っっっててくる球ががやっぱ横が残ってますなので3球目がちょっと横回転が強いので難しいといった場面があるんですがこの曲がる超速ロケットサーブはもう横ナックルっていう回転ですので正式に言うと。なのでもうほとんど回転がない状態ですので返ってくる球がすごいシンプルです。 もしこのサーブが返されたとしても3球目めっちゃ打ちやすいんですよねなのでサービスエースも取りやすいし3球目ももう打ちごろっていったもう理想のサーブですなのでかなり強烈ですねよかったらやってみてくださいありがとうございました